スノーマン滝沢歌舞伎ゼロファイナルがついに千秋楽9人が躍動する公演の模様をレポートスノーマンが主演と演出を務める滝沢歌舞伎ゼロファイナルがついに千秋楽を迎えます腹筋太鼓に性化粧エモすぎる演出など公演の模様をレポートしますネタバレを含みますオープニングに込められた先輩へのリスペクト滝沢歌舞伎はタイトルにある歌舞伎だけでなく ミュージカルやショーの要素もふんだんに取り入れた唯一無二の輪のエンターテインメント2006年に前身となる「滝沢演舞師炉」がスタートしてから18年多くのファンを虜りこにしてきた伝説の舞台がついにファイナルを迎えます初回から出演しているメンバーもいるスノーマンはまさに歴史の目撃者「春の踊りはようイヤサー」という岩本光さんの掛け声とともに 150万枚もの大量の桜が舞うドカ桜って華やかに幕開けしましたひらりと桜に続いて披露したのは滝沢秀明さんが主演を務めた時代を象徴する春の踊りにしえ先輩への絶大なるリスペクトを感じる胸熱なオープニングからすでに観客の心をわしづかみに